こんにちは、ふみです。本日はですね、1月のクエスト上級者向けチャレンジレベル10の7、6マスやっていこうと思います。いや、まあ、前々回とかでチャレンジのね、もう一個一番上のやつをやったんですけど、まあ、今回は、チャレンジ2つあるので残りの7、6マスの方をやっていきたいと思います。今回のリーダーはハイビスカスですね。まあ、7、6なんでね、7、6で強いやつがいいかなと思ったので、ハイビスカスで行ってみたいと思います。1体ずつ紹介していくと、まずリーダーのハイビスカスが、これは雪の下の標本ですね。まあ封印とか要因で、つけてますけども、封印は来なかった気がするね月分とかでもいいかもしれません。で、ここ潜在のリダチェン耐性は必ずつけてください。その自分のリーダー側のね、ハイビスカスに一体層でね、早速リダチェンされてしまうので、ここはつけてった方が楽かなと思います。はい。で、サブがアメイジングスパイダーマンは、まあ、暗闇耐性持ってるから入れてるって感じなので、別に他にね、暗闇耐性持ってる煉獄さんとかさ、フレイとかでもまあいいと思います。ここはね、毒目覚め耐性つけてますね。猛毒目覚めがあるので、そこは弾きたいですね。で、吸収対策に伊之助をアシストしております。はい。次、ラクシュミ、まあ、ラクシュミも完全に火力枠ですね。地のスキルは使わないので上にロック解除陣つけております。これはアイアンマンのコミックカバーの武器ですね。スキブもあるし、コンボ強化もあるので、かなりいい武器だなって思っております。で、安定のマグニート。ここね、チャレ中ダンジョンで、ルーレットあったと思うし、指も奪われるので、やっぱりマグニートどうしても入ってきますね。そしてですね、まあ、超覚醒が、お邪魔耐性の、ここヒシェリングつけております。一回走で、威嚇が刺さるので、これ威嚇していこうかなと、ちょっとスキル試していこうかなと思いますけども、まあ、ここでね、威嚇刺すんだったら、まあ、リダチェン耐性じゃなくてもいいんじゃねとはちょっと思ってますけどね。はい、そんな感じです。で、最後が、グレモリー、クリスマスグレモリーで、ここはもう覚醒無効状態を回復できるキャラだったら、何でもいいかな。5ターン以上で、まあ、それこそ煉獄さんとかもいいかもしれませんね。いつもだったら、このハイビスカスパーティーに、フェニックスジングで入れてるんですけど、変身キャラなのでね、それよりは、グレモリーとか煉獄さんとかの方がいいかなって思っております。このお邪魔目覚め耐性は特にいらないと思います。で、スキブ盛るためにファガンの武器をつけております。で、フレンドさんのハイビスカスが、マグニートの コミックカバーで、ちょっと HP を持っております。まあ、編成難易度で言ったらちょっと高めかもしれませんけども、はい、こんな感じでいってみましょう。まず1回走目は普通に、はい、ここリダチェンされて弾くんですけど、変身していって、威嚇が刺さるので、マグニート打っておきます。まあ、適当でいいと思います。あんまりね、落ち込ん、そうだね、結構削っちゃうんで、ああ、ほら、削っちゃうよ。まあでも、削っちゃっても、怒るんですけど、怒るっていうか、行動ターンがね、変わってくるんですけど、まあ全然抜けると思うんで、スキルダメでいいかな。3ターンスキルダメ。はい、あと1位になったところで、やっていこう。指がちょっと短いのかなと思いますけど、そこだけ注意してもらえれば大丈夫かなと。まあ、無効貫通分あったら無効貫通でもいいんですよね。はい。えい。そしたら2回。
はい、売られ機会で、すごく嫌な敵だったフレイヤ、ここはモードクメザメは弾いて、グレモリーで核戦法開示していきます。まあ、ここは特に問題ないですかね。普通にリップは全部対応できるんで、パズルがうまくいかないですけどもまあ倒したでしょう。めっちゃ火降ってくる。全然最終段階変身しなくても全然ね、攻撃力としては特に問題ないかな。はい、3回。この人なんて呼ぶのかわかんないんだけど煉獄の乱刀、鉄二角、わかんないですけどね。で、吸収と芯使っちゃおう。はい、OK。毒はね、何パワーだったかわかんないけど、弾かないことはあるので、まあ、弾くこともあるけど、弾かなかったら芯使っちゃっていいと思います。まあ、ここも余裕ですね。はい。はい、OK。したら、4回。出た。ここも裏劣化シリーズよ。裏劣化厄介シリーズね。まあ、そうっすね。雲は弾いて、指はとりあえず取り返すでしょ？で、ヒードロップを集めよう。で、ロックしてきますけど、まあ、この量なら多分いけると思うんで、いっちゃっていいかな。はい。はい。どうでしょう？もうマグニートいるからね、交換通力では。OK。問題ないですね。したらボス。はい、ラジエル。おなじみのラジエル。76でね、コンボドロップが降ってくるといえばラジエルですけど。一旦コンボドロップちょっと残しつつ、コンボで耐えていきたい。暗闇は大丈夫。まあ、いけそうだったら行ってもいいんじゃないかな。18でしょ。行ってみようか。コンボドロップと同じくらいとして。どうだ？行ったんじゃないこれ。はいはい。14、15、16、17、18。おい、余裕ですわ。全然余裕でした。あー、火力が足りないね。火力が足りない。じゃあ変身しよう。変身してスパイダーマングレモリーでいけんじゃん。ちょっとコンボドロップ少ないかな。結構なコンボ加算あるからね、頑張ってほしいところ。11、12、13、14、15、16、17、18、19、OK。 ギリギリ OK です。ただした。はい、ということでボス戦ね、変身してなかったからちょっと火力が足りなかったですけど、まあでも簡単にねクリアできると思います。全然難しい、めっちゃ難しいっていうダンジョンではなかったですね。ということで、本日はチャレン7月のチャレンジの76バージョンの攻略でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。